千代置けた陣屋は、幕末の亀田村に築かれた陣屋である。千代が、岡陣屋、津軽陣屋とも呼ばれた。明治2年5月16日、中島三郎介が率いる旧幕府軍と新政府軍との間に、母親戦争、箱立戦争最後の戦闘が行われた場所である。日露関係の緊張を受け、江戸幕府が江戸地を直轄領としていた、文化5年。 江戸地の守備を命じられた仙台藩が函館における拠点として、亀、田村千代家隊に120件四方の陣屋を築いたのが始まりである。その後、江戸地の正木藩への返還により陣屋は放棄されたが、函館開港に伴い幕府が江戸地を再上地した後、江戸地の守備を命じられた広崎藩も、安政2年、同地に陣屋を建設。これより、津軽陣屋と呼ばれるようになった。 津軽陣屋は、中心に本陣を置いて刺繍に土イと外堀を巡らしたもので、東西72県、南北80県、土イ高さ1条2尺、上幅9尺の旧幕府軍による函館占領後、陣屋は若干手を加えられ、明治2年5月11日の函館総攻撃の後には、中島三郎介率いる方隊のほか、伝衆士官隊、少将義隊、陸軍隊、 合図遊撃隊などが守備についた。5月15日に弁天大場が降伏した後、残るは五稜郭と千代家大陣屋だけとなった。新政府軍からは降伏勧告が出され、五稜郭からも撤退命令が出されたが、中島三郎介はこれらを拒絶。少将議隊の渋沢誠一郎らは湯の川へ脱走した。5月16日午前3時ごろ、新政府軍が来た西。 南の三方向から千家大陣屋に攻撃をかけた。不意をつかれた旧幕府軍は、組織的な防御ができず、多くが逃走し、一時間足らずで陥落。中島三郎助親子は奮闘したものの戦死した。五稜郭の旧幕府軍が降伏し母親戦争が、終結したのは、この二日後のことである。中島三郎助不死最後の地姫治に入り、 千代家体一帯には監獄及び津軽要塞重宝兵連隊 A 社と連兵場が作られた。昭和5年に移転した刑務所の跡地は住宅地となり、連隊跡地は戦後千代家大公園として整備された。陣屋は現在の千代家大公園から中島小学校あたりに築かれていたとみられるが、痕跡は残されていない。ただし、中島小学校付近に千代が 岡ンアートの看板が、高砂通りと教育台通の交差点に、中島三郎介不死最後の地の石踏みが建てられている。須藤、中島三郎介不死最後の地、函館市公式観光情報はこぶら。ありがとうございます。